こんにちは、グリムです。今日はですね、シェルフォードチャンネル、アパートニーブデザインのですね、シェルフォードチャンネルについて、使い心地をお伝えしたいと思います。で、まあ贅沢にも、今、シェルフォードチャンネルにさせて話してるんですけども、まあこれもですね、より使いこなしていきたいので、ちょっと操作しながらですね、見ていきたいんですけども、で、今、ロジックプロで収音してまして、マイクがノイマンの DLM102 ですね。これが僕が初めて買ったコンデンサマイクなんですけれども、で、まあ、マイキングも、まあ、一応慣れてきたし、うん。それはポップガード忘れたと思ったけど、これ一応ポップガードがね、なんか、内蔵されてんだっけな。なんかいらなかったんですよね、確か。で、黒でね、すごく小さくて、で、ショックマウントもすごくかっこいいですし、気に入ってるんですけど、ただちょっと、低音が、ぼわっと出るので、ちょっとマキシマイズというか、イコライジングというか、ダイアログの最適な声に編集するのがちょっと難しい部分があったんですけど、ただまあ、アドビオーディションとか最近いじって、で、マルチバンドコンプとか EQ もだいぶ慣れたので、今日はそれで最適化して編集しようと思ってるんですけど、で、まあ、シェルフォードチャンネルもちょっと使いこなせてない感があって、今日やってみたいと思います。はい。でですね、まあ、改めて、SN? ノイズ比はすごくいいですよね。うん。かなりノイズ少なく取れてると思うんですけど、ただまあ、住環境なので、生活音っていうかね、環境音はね、コンデンサーマイクなので結構拾ってはいるんですけど、まあそれはリダクションするとして、うん。で、ここが、いわゆるマイクプリのゲインですね。まあ上げると、こういう風になるんですけど、まあ下げると、こういう風になると。うん。まあこれは適度に、って感じですかね。今、レックしてる感じで、まあ、マイナス6デシベル、いくかどうかってことですね。で、このマイナス6デシベルっていう数値も、まあ理由があるみたいで、6デシベル上がると音量が2倍になるということなので、マイナス6デシベル取っておくと、2倍の音量まで耐えられるってことなんですよね。2倍の音量までクリップしないってことなんで、っていう意味で、まあマイナス6デシベルっていう、まあよく言われるらしいんですけど、うん。で、まあ、もっと小さければ、今度は、持ち上げた時にノイズが乗るので、まあ、適切に、一番大きい音、マイナス6デシベルぐらいで取っとくのが、多分一番いいと思うんですよね。で、ここがトリムって言いまして、これが、プラマイ6デシベル、上げたり下げたりできるんですけども、うん。っていうとこですね。これがその、トランスっていうのかな、マイクプリ関わってるのかよくわかんないんですけど、うん。ですかね。で、ここが、ハイパスフィルター。まあ、ローカットですね。で、今、まあ、20、100、250って書いてあるんですけど、まあ、要するに、ローのカットをどうするかってことなんですけど、これオフにすると、まあ結構な低音。うん。Mac のファンの音とか、外の地鳴りみたいな音。まあ主にモーター、なんかファンの音かな。が入るんですよね。うん。ただ僕、まあ、この声のダイナミックレンジは確保したいので、例えば、これ 250Hz からハイパスでローカットすると、まあ声も、まあ聞き取りやすくなると思うんですけど、ローの成分失われますよね。で、例えば 20Hz にすると、まあ、どしっと声のローが出てくると。ただ、
他のノイズも拾ってると。ブーンっていうみたいなね。もう拾ってるんですけど、うん。はい。で、まあ 100Hz ぐらいハイパスするか、まあカットするか、まあちょっと一旦カットしてみますね。そっちの方がこの TLM-102 の良さが、ローの強めに出る感じの良さが出るような気がしたので、初めはハイパスフィルター入れてたんですけど、今オフにしました。で、今 EQ はオフにしてて、コンプはオンにしてるんですね。で、EQ オンにすると、まあ、インか。インって書いてあるけど、EQ インにすると、うん。なんかちょっとだけ、ホワイトノイズっていうのかな。ちょっとだけノイズが、ちょっとだけかかっちゃうんですけど。で、このローの EQ が、35、60、100、220ってあって、まあ 30Hz ってかなりの低域ですよね。そこを上げるとこういう感じになって、まあこもるんですけど、まあボーカル取るんだったら、この辺いじってもいいかもしれないですよね。うん。で、例えば 60Hz 上げるところで 100Hz、220Hz。で、220Hz はかなりこもるとこなので、これカットの領域。カットの方にするとか、あと 100Hz、60Hz のカットですね。どうするかってことなんですけど、ちょっとまあ、鳥の段階でローは、僕は難しいので、うん。後で編集できた方がいいので、これはフラットにしときますね。で、ミッドなんですけど、ミッドが、まあ、いくつか周波数がありまして、まあ、220、400とかあるんですけど、まあ、7kHz か。ってなってますね、今。それを上げると、こういう感じになると。で、下げていくと、これが200、400、900、1K8 だから、1800Hz かな ?1.8K か。で、3.5K、7.5K。うん。で、まあ、7kHz あたりを、上げると、マックス上げるとプラス15なんで、こんぐらいかな、プラス6ぐらい上げるとしますね。で、で、ローもちょっと上げてみますね。はい、このぐらい上げます。うん。まあ、なんでそうかっていうと、最近、アドビオーディションで学んだ、レディオアナウンサーボイスっていうのが、120Hz 以降、シェルビングで3dB。で、6kHz 以降をシェルビングで 6dB 上げてたんですよね。で、いいなと思って、ただこれシェルビングなのかな?シェルビングじゃないな。うん。ちょっとまあ調整は必要かもしれないですけど、オフにするとこういう感じで、オンにするとこういう感じなんですよね。うん。まあ、後掛けでも息をかけるんで、そんなにかけないですけど、で、ハイの領域は 8K8000Hz と 16K16000Hz が選べるんですけど、例えば 8K を上げていくと、まあ、こういう感じで、うん。まあ、空気感っていうかエアーの領域ですよね。が、付加できると。いうことで、まあ、とりあえず、このくらいにしときますね。100Hz を 3dB ぐらいかな。
で 7.5kHz を 6dB ぐらいちょっと上げてみました。これがオフの状態で、これがオンの状態で、コンプなんですけど、今コンプ入ってまして、コンプ外すとこういう感じで、まあコンプかけるとこういう感じなんですね。で、今 VU メーターが、まあリダクションメーターにしてるんですけど、ここで切り替えられると、うん、で、これがアウトプットの VU メーターで、これがコンプのリダクションメーターですね。で、だいたいまあ 3dB から 6dB ぐらいの間でリダクションされるような感じにしてまして、つまり基本ゲインを入力の音と同じレベルにしたいので、例えばこうしたらどうなんだろう、あれこれでもいいのかな、わかんない。まあだいたい一緒にすると、入りの音を一緒にするんですけど、ゲインの音で、まあいい感じにリダクションされるような感じですかね。これがコンプオフなんですけども、これがコンプオンの状態ですね。まあやっぱちょっとこもった感じになるかな。で、まあハイパスフィルターとサイドチェインなんで、ハイパスをこれここにかけるかどうかとか、あ、そういうことか。こもるから、これオンにしたらいいのか。これオンにしたら、スッキリしてくるのかな。ああ、そうかも。あ、そういうことか。あ、今初めて分かったかも。HPF to SC っていうのが、ハイパスフィルター。これですね。ハイパスフィルターをサイドチェインで、コンプに適用するってことだから、ここを押しても何もなんないんですけど、これサイドチェーンになってるので、コンプ側にこのローカットをかけるかどうかってことですかね。で、20Hz にしたら、ほとんどかかってないので、おぉ、あ、これいいかも。で、オフにするとこういう感じで、まあちょっとこもったような感じになるんですけど、オンにすると、ちょっとスッキリしますかね。おぉ。まあでも 100Hz くらいにしようか。はい。うん。まあこういう感じですかね。オフにするとこういう感じで、オンにするとこういう感じか。うん。だいぶ分かったかもしれないですね。で、ここはリダクションで、ここがレシオですね。レシオは今4対1にしてって、まあ上げてもいいんですけど、まあだいたい4対1かな。はい。で、アタックがファストなのか、ミッドなのかってことなんですけど、まあ、この辺は、発声の子音をどこまで残すかってことですかね。うん。はい。で、あ、まあ、こういう感じか。で、プリ EQ をかけると、EQ の前にコンプかかるのかな？うん。今、マイクプリ EQ コンプなんですけど、マイクプリコンプ EQ みたいなことですかね。なので、多少、かかり具合は違ってくるのかなと思うんですけど。で、これがファストボタンなんで、ファストの中でも、ベリーファストってことかな。ファストの二重掛けですかね。まあドラムとかなのかな、すぐにコンプかけたい場合だと思うんですけど、まあちょっとミッドにしていくと、うん、まあダイアログだとちょっとよくわかんないんですけど、でブレンドですね、ブレンドをかけていくと、まあどこまで原音から、あ、そういうことか、マックスかけるとすごいコンプかかってる感じですね。おー、で、ゼロ、ミニマムにすると、これかかってんのかな？コンプかける、
かかってない状態で、あ、ほとんどかかってないわ。で、ブレンドでどのくらいコンプを適用するかってことですね。はい。これなんだっけ？これは何かちょっとよくわかってないんですけど。うん。まあそういう感じですね。はい。で、あとは、ここが、まあ、テクスチャーなんですけども、これ今、レッドランプで、灰の成分に、ちょっと、エア感がつくような感じですかね。僕いつもマックスにしちゃうんですけど、で、一回押すと、ブルーになって、こっちがローの方に、テクスチャーっていうのかな。ちょっとだけハスキーみたいな感じですかね。うん。が加わると。で、これがオフの状態なんですけど、まあ、オフよりなんか、オンにしといた方が、ちょっと、通りがいいみたいな感じですかね。うん。まあ、いつもマックスにしちゃうんですけど、ミニマムでもいいのかな。まあ、マックスでいいか。まあ、半分ぐらいだとこういう感じで、うん。まあ、ローもいいですよね。ローに、ちょっと、質感が加わるのかな。なんか、ちょっとセクシーな感じになったのかな。ローもいいですね。これがオフで、これがレッドで、これがブルー。ちょっとでも、抜けが良くないか。まあ、いいや。まあ、あまりやったことのない、ちょっとブルーにしておきます。まあそんな感じですかね。ちょっとすごくいい機材なので使いこなせてない感がまあまだまだあるんですけど、うん。で、まあこの鳥の段階でマイクプリ EQ コンプ適切にかけて、あとはリアンプですよね。一回撮ったトラックを、まあ、2トラック目に、シェルフォードチャンネルに入れて、また戻すみたいなね、ことも、まあ、やってたんですけど、まあ、いい感じにかかるんですけどね。ただ、まあ、プラグインの方が、まあ、楽なんでね、まあ、思い通りに行くっていうか、うん。まあ、ボーカルだったり、ギターだったり、結構こだわりたい時に使いたいかなって感じですかね。そのリアンプは。うん。でも本当にリアンプ面白くて、この VU メーターがね、本当にちゃんと、ロジックに入ってる音源に対して動くので、それで、まあ、EQ とかコンプとかかかった状態で2トラック目にバーってレックされるので、結構かっこいいんですけど。うん。まあ、プロはそうしてるんでしょうね。レコーディングエンジニア。プラグイン使わない、まあ、使わない人いないと思うんですけど、ハードウェア、アウトボードの方を優先する人たくさんいると思うので、その人はそういうことでやってるんでしょうね。うん。というわけで、まあ、今日は、ハイパスフィルターとサイドチェインがちょっと分かった。っていうのが発見があったんですけど、まあ、それ以外はいまいち、まあ、いまいちっていうか、今までと同じですかね。うん。まあ、使えば使うほど、まあ、発見があって、あ、そうか、みたいなことはあるし、こうやって発信してると、そもそも、どうだっけみたいな、自分もすごく気づきがあるので、勉強、発信しながら勉強になってるんですけど、っていう感じですかね。というわけで、まあ今メインの、これメインのマイクスタンドじゃなくて、メインがこっちにあるんですけどね。こっちに。で、それは LA610 ユニバーサルオーディオにかかってるんですけど、こっちのサブのマイクスタンドとマイクケーブルはセローチャンネルに行ってると。
うん、まあどっちもね、チャンネルストリップとしてどっちもいいんですけどね。うん、まあ好みですよね。一回まあシェルフォードチャンネルちょっと使いこなせなくて手放そうと思ったこともちょっとだけあったんですけど、まあなかなか手放せず、今価値上がってますしね、うん、まあ音編集もだいぶ上手くなってきたので、でかなり思い通りの音が取れてる気がするので、引き続き愛用していこうと思ってます。うん、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。If I could be yours for just 1 second, I'd stop the record spinning, keep my clocks reminiscing.